アシーナ TV はフィリピンの歌手、映画及び舞台女優。フィリピンのマニラに生まれ、日本の埼玉県にて育った。現在はジャパン・ウィズ・アテナという YouTube チャンネルで活動中。2009年のポール・ソリアの監督映画、エイ・ジャーニーホーム、クリスティーン・サントス役で有名になった。また、フィリピンでのハイメデルムンド、エドガ・チャリアン共同演出によるハイメデルムンド、 エドガチャリアン共同演出によるアテネオ大学とラサール大学の出来事をベースにしたホースウォールシアタープロダクションのミュージーカルライバリーにてリーナさん補正役としても登場している。日本でのデビューライブは2012年11月18日。アシーナはフィリピンのマニラに生まれたが3歳の時に父親の仕事の都合で日本に移住した。彼女は埼玉県越谷市に育ち。 10歳の時にマニラに戻った。このため日本語、英語、タガログ語の3カ国語を話す。ストリート、ポールカレッジパシーグ高校に通い、パシグにあるラコンスレイシアンカレッジに進学。ユニバーシティ・オブ・アジアザ・パシフィックにて経営学を学び、2009年にマニラのパシックのオルティガスセンターに位置する私立大学に進学した。アシーナは2004年 ABS-CBN テレビの 連続ドラマ、サラザティーン・プリンセスのタイニー役として初の出演。サラヘロにもの演じる主人公の友達役であった。次に2004年、マック・アレハンドレ監督によるマーズ・ラベルによって作られた映画、ラスティック・マホンのクリスティ役。マーク・バウティスタによって演じられた天然ゴムの木によってパワーを得たスーパーヒーローがいじめに戦い、サラヘロにも演じる。 彼の愛するララの心をいかに射止めるかというストーリーであった。さらに2006年アシーナはジョアキム・エミリオ・アントニオによるガブリエルにおいてガブリエル姫を演じる。このアシーナ出演作においてパライカーワード1アクトプレーショー第2位が贈られた。2007年には舞台やミュージカルでの主演を重ねる。オスカー・ワイルドの真面目が肝心にてセシリー・カルデュー役。 ザガールフー・ワズ・プラグド・インでのピーバーク役。さらに、ハイスクールミュージカルでは、俳優サム・コンセプションとの共演で、シャーペイ・エヴァンス役を演じた。続く作品としては、ジェリー・バッハの恋愛コメディ、ピッツァガール。この映画は2008年6月に初上映された。2009年、アシーナは、ジョエム・バスコン、またトニー・ゴンザガと共に、ポール・ソリアノの、エイ・ジャーニー・ホームに出演。許すこと、 家族の団結、そして道徳的価値の支持を中心的テーマに持った、触発されるインディー映画と評された映画の中で、アシーナはクリスティーン役を演じた。母親の死後、離別していた父親に引き取られた二人の子供たちの一人で、戻ってきた父親により順応し、関係を再構築しようとする役柄であった。初上映は2009年10月3日。 オルティガスセンターの SM メガモールにて行われた。その後、クルトラ及び UA&P 大学の共同プロダクションとして、ユーアー、エーグットマン、チャーリー・ブラウンへ出演、サリー・ブラウンを演じた。2010年1月並びに2月、アヤラ・アラバングにおけるインシュラーライフ公開堂でのことであった。2011年アシーナは、ビバテレビの番組、ザゲーリートップ5に、 ニッキー・バコロド、バービー・サルバドールと共に、ビバエンターテイメント所属アーティストによる司会者の一人として登場した。そして2012年には、ライバル同士であった、アテネオ大学とラサール大学のストーリーをベースにした、ホースウォールシアタープロダクションによるミュージカル、ライバリーにて、リーナ・サンホセを演じる。フィリピンスター新聞において、フィリピン人俳優たちは、生来から、 才能をあふれる歌手たちばかりだが、特筆すべきは、主役の女性歌手の声が若き日のレアサロン画を思い起こさせたことだと評されるなど、満場一致で、数多くの好意的な論評を得た。1968年に設定された、この作品は、バスケットボールチーム、アテネオブルーイーグルスとラサールグリーンアーチャーズとの最終戦に至る緊張を描いており、アシーナのキャラクターは、失恋に耐え、 もう二度と他の男に恋をしないと誓った、リーナさんホセという名の美しいメリーノーラーと記述された。2007年、ハイスクールミュージカルのツアーにて、ガブリエラ・モンテズ役を演じるアシーナ・アシーナはまず第二候補者として、IBC、ビバテレビのスター4、A ナイト番組に登場。著名な歌手で女優のレジーン・ベラスケスによる、この番組には、 最終的に優勝したサラ・ヘロニモも,も出演。番組内で、アシーナは、セリーヌ・デオンの、ザッツ・ザ・ウェイ・イット・イズを歌った。その後彼女は2002年、クエゾン・シティにある、ビバ・エンターテイメントと契約を結んだ。こうして、同年12月、3人、ユニット34のメンバーとして、ケチャップソングでデビュー。34自身の名義でのアルバムは2004年12月3日に、リリースされた。 2004年、アシーナは、ケイシー・モンテロ主催の MTV、MTV ローケルにて、ゲストとして出演。ボーカリストのアドリエン・サルミエンと、有名な、フィリピン人ドラマーのニノ・レガラドのコラボレーションによる、作詞作曲のオリジナル楽曲、OK を、レビミュージックフェスティバルの代表として歌う。その後この楽曲は、ファースト・ディ d バ y ミュージックフェスティバルというタイトルで、リリースされたアルバムに収められた。 さらに2005年4月、アシーナは4人、ユニット、フェアゲームに参加、4トラックを収めたユニット名義の CD をリリース。フェアゲームは、ビバエンターテイメント所属アーティストのオープニングアクトという形で、フィリピン中でプロモーションされた。その後、2007年9月13日、UA&P にて行われた、イベント、ハンギングアウトウィズアテナ TV で、初めてのソロ公演を行う。 そこで彼女はポップスから R&B、ロックからアコースティックソングまで幅広いパフォーマンスを行った。2008年8月9日には、サム・コンセプション、チェスカ、オルテガ、エンリケ・ヒル、ネルシト・ゴメスと共に TV5 というテレビ番組に出演。全員とオープニング及びクロージングソングを歌う。アシーナの YouTube チャンネルでは、 ゆいや伊藤うゆといった有名な J-POP の歌手たちの曲をカバーした映像が含まれている。2012年10月、ついに日本でのソロデビューライブを行うという発表があった。ありがとうございます。